巨人だけがマークしていた超隠し玉がドラフト2位に大成長。一軍初ホームランを放ち、ついに出てきたこの選手。開幕3日前に新外国人助っ人オドアの退団という衝撃的な話題からスタートした新生阿部巨人。阪神との伝統の一戦となった開幕戦では、オドアの代役梶谷隆之のスーパープレーで先制点を阻止すると、梶谷がバットでもツーランホームランを放ち、見事白星スタートを飾りました。しかし4月2日の中日戦で梶谷が古傷の再発によりベンチから外れると、翌日には登録抹消。埋まったかに思われたライトのレギュラー候補が開幕早々に離脱する事態となりました。しかしそんなベテランの離脱に阿部監督は浅野翔吾、萩尾雅也などを併用し、若手に積極的にチャンスを与えました。今回はそんなチャンスを生かし、今季5戦目となるバンテリンドームでの中日戦にてプロ初ホームランを放った萩尾雅也についてご紹介していきます。萩尾雅也は大学4年で急成長。水野スカウト部長、下位では取れないな。2022年ドラフト2位で慶応大学から入団した萩尾。熊本県出身の萩尾は勉強の成績もオール5と優秀で、県内屈指の進学校である清成校高校への進学も考えていたようですが、悩んだ末に文徳高校へ進学しました。そんな萩尾は入学直後の紅白戦でホームランを連発し、1年生から4番を務めました。当時の監督は、人懐っこくて人より何倍も努力できる子だったと振り返っており、先輩からも慕われていたようです。しかし高校では甲子園出場の最有力候補と言われていた中、まさかの初戦敗退。甲子園出場の夢は叶いませんでした。そんな大きなショックの中、父の勧めもあり、六大学野球への挑戦を決めた萩尾は慶応大の栄養入試に合格。大学入学当初は木製バットへの対応に苦戦し、大学3年の時点ではホームランはたったの1本。全くプロ野球選手になるレベルではなかったと言います。しかし巨人のスカウトはすでに萩尾に注目していました。巨人の水野スカウト部長は萩尾の1学年先輩でソフトバンクに入団した正木の視察に訪れた際に、当時3年生の萩尾の広角に強い打球が打てる打撃力に目を引かれたと言います。水野氏の言う通り、萩尾は4年になると覚醒。日本ハム山田正夫スカウト顧問も萩尾について、体が強くなってスイングスピードが速くなった、4年になっても成長していると評価しました。萩尾は4年時だけで10本のホームランを放ち、秋のリーグ戦では三冠王に輝きました。東京六大学の三冠王は過去に高橋由伸や鳥谷隆などレジェンドたちが達成した記録で、ドラフト時萩尾には大きな期待がかかっていました。巨人は浅野の1位指名を早い段階で公言していたため、2位で萩尾の指名を狙っていた水野氏は、他球団に指名されないように内心はもう打たないでくれと思っていたのです。さらに水野氏は、昨週の明治神宮大会でこれはいけるなと思ったが、去年の成績なら注意から下位でも取れるかと考えていた。今年の春から秋にかけての成長を見ると下位では取れないと思いましたねと、急成長に驚いての2位指名だったのです。ブリンソンより萩尾を見たいと言われるが、1軍のレベルに対応できず2軍の帝王と言われる屈辱の1年目。ドラ1、2で右打ちの外野手を取るという異例のドラフトになりましたが、将来性の浅野、即戦力の萩尾という意図があり、萩尾には即戦力としての大きな期待がかかりました。しかしオープン戦ではヒットこそ記録しましたが、目立ったアピールはできず、開幕は2軍スタートとなりました。2軍ではしっかりと結果を残し、1軍昇格を果たすと、5月28日の阪神戦、憧れだった甲子園でスタメン起用され1軍デビューします。すると第3打席に才木浩人の151キロの直球をレフト前に運び、プロ初ヒットを記録しました。才木という好投手からのヒットということもあり、最高のスタートを切ったと思われた萩尾。 SNS などでもブリンソンより萩尾を見たいと期待にあふれた声が多く見られました。
しかし終わってみれば一軍でのヒットはこの1本のみ。さらに16打席で三振が10個と一軍の投手相手に全く対応できませんでした。特にストレートには全く対応できず、三振の数がとんでもないことになっていました。しかし2軍では打率2割8分3厘7本塁打と好成績を残し、巨人ファンの間では早くも2軍の帝王というレッテルを貼られてしまっていました。解説者でヤクルト OB の宮本慎也氏も、本来期待されていた長打力の点に物足りなさを感じている様子で、外野手は足が速いか長打がないといけないと話していました。松本剛に弟子入り、不審脱出法と阿部監督のサイクロイド曲線で萩尾雅也ついに覚醒か。悔しい結果となった2023年シーズンでしたが、オフに行われたウィンターリーグでは打率3割2分6厘と好成績を残し、一定の手応えをつかんでいました。オフシーズンには22年にパリーグの首位打者を獲得した日本ハムの松本剛と共に自主トレを行いました。松本からは不審脱出法を教わったそうで、調子が悪くなった時に立ち返るポイントを確認したと話していました。またスイングを数値化できるというブラストという最新機器を購入し、スイングスピードの向上に取り組んでいました。今季の巨人は外野手のレギュラーはおらず、横一線という形でキャンプインしました。見事キャンプ一軍スタートを決めた萩尾は、まずは守備でアピールに成功します。初の紅白戦では2度の攻守でピンチの芽を摘みます。するとソフトバンクとのオープン戦では、石川修太のパワーカーブを完璧に捉え、レフトスタンドへホームラン。ついに本領発揮かと思ったファンも多く、SNS でも萩尾ついに覚醒かとの声も多く見られました。しかし萩尾の課題はストレートに対する対応です。オープン戦は打率2割8分と好成績を残しましたが、私が見た試合ではストレートを捉えた打席がなかったので、正直そこまで信頼していませんでした。しかし今季の開幕2戦目の阪神戦、代打として今季初打席に立つと、昨年44試合に登板し、防御率 1.35 と抜群の安定感で日本一に貢献した石井大地のストレートをうまくライト線に流し、追加点の起点となりました。この打席で今年は違うなと感じました。実際に阿部監督も、あれも大きかったねと、この萩尾の一打を非常に高く評価していました。そして梶谷の怪我により今季初のスタメン出場となった4月2日の中日戦では、小笠原慎之介から4回に貴重な追加点となるタイムリーヒットを放ち、プロ初打点を記録しました。6回の守備でライトオーバーの打球を処理する際にフェンスに膝を強打したために途中交代となりましたが、翌日には元気な姿で練習に姿を現し、ファンを安心させました。すると4月3日の中日戦、大野雄大のストレートに対して4回の打席であと少しでホームランという打球を放ちます。球速としては144キロでしたが、相手は大野です。昨年までの萩尾だったら空振りか詰まってポップフライがいいところだったでしょう。それをレフトスタンド一歩手前まで運んだこの打席で、今年の萩尾は活躍してくれると大きな期待感を抱きました。その期待感はすぐに結果として現れます。8回の第4打席、祖父江大輔のフォークをうまく拾い、見事レフトスタンドへプロ初ホームランを放ちました。自身も参考にしているという現シカゴカブスの鈴木誠也を彷彿とさせる打撃フォームから、阿部監督の起用に早速結果で応えました。今年の萩尾はキャンプ中から阿部監督と打撃練習を重ねており、サイクロイド曲線といわれるバットの軌道を最短ではなく最速でという指導法でボールへのアプローチを改善していました。また今年の萩尾の打撃を見ていると、ストレートはセンターから逆方向へ、変化球はレフト方向へというように、球種に合わせて打球方向をイメージしているという意識が見られます。これはまさに阿部監督が現役時代に実践していた方法で、うまく対応していると思います。
まだまだ開幕したばかりですが、萩尾が活躍すれば巨人にとっては大きな戦力となるでしょう。オープン戦絶好調だった佐々木俊介が開幕後は少し苦しんでいますが、オコエ瑠偉や松原聖也なども好調を維持しています。今後も外野手争いを高いレベルで競うことは巨人にとって好材料です。開幕から21イニング連続無失点、菅野が復活の好投と先発陣は安定したところを見せています。中継ぎがうまく決まらないことはありますが、大勢も帰ってきました。野手陣が頑張って優勝に向かって頑張っていってほしいですね。萩尾雅也のご感想、応援メッセージがありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったらいいねボタンをよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回も面白い動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。